マイナツショーです。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。マイナショーです。今回こそ太鼓の達人、僕太鼓の YouTuber じゃないですか。今回のタイトルは、なぜ僕が太鼓の達人を辞めてしまったのかについて今回は話していこうかなと思います。これもね、よくコメント欄で来てて、なんで翔さんって太鼓結構できるのに辞めちゃったんですかみたいな結構言われるんで、今回それについて、なんで僕が太鼓辞めたのか話していこうかなと思います。あのね、結構アドリブで喋ってるんで、こう話をどう進めていくとか考えてないんで、ちょっとね、あの話し忘れとかないように気をつけたいなと思います。まずね、僕あの太鼓をやってたのが中学生で、大人になるまで太鼓をやってて、で一回ね、僕ね辞めちゃったんですよ。引退して、まあ僕だけじゃなくて他の人も一斉に辞めたかな、その時に。でなんでね、今回その辞めたのか詳しくね話していこうかなと思います。でまず中学生ぐらいに、これちょっと太鼓やってない人わかんないと思うんですけど、俺が中学生ぐらいは旧教体っていうのがあって、今は新教体、あのカードがついて画面がめちゃくちゃ綺麗な太鼓なんですけど、昔は旧教体、あの反応も良くなくて、でみんなロールやってるけどロールもやんない、みんなビニール引いてバーって言ってダブルストロークやってて、で画面が見にくいと。で今は画面が見やすい、教体綺麗、反応もいいというね、まあ昔と今の太鼓があって、僕はね昔から旧教体やってまして、本当にね心の底から太鼓が好きだった、本当にめちゃくちゃ、学校行ってもさ、あのペンとか持ってこうドンドコドンってやったりさ、ダブルストロークの練習してさ、ペン持ってこうバーってやって、先生にうるさいっつって言われて、はいすいませんって言って、そんな感じだったんだけど、ほんとそんなに大好きだった僕がなんで辞めてしまったのか、ちょっとじらすよ今回は。最大のポイント、新教体かな、最大のポイントは。まず旧教体超面白かった、マジで今も旧教体だったら絶対やってた。でその旧教体から、まあ旧教体から言われて、あの太鼓にカード機能つかないかなみたいな超言われて、本当に昔の人は特に、あ太鼓になんかカード機能ついたらいいんだけどなみたいに言われて、でしばらくつかなかったんだけど、ようやく新教体にカード機能がつきまして、そしたらもうみんなうえーみたいになってて、俺 もう多分その時鳥肌立ったと思う、本当そういうレベルで。新教体本当初日にやりに行ったかな俺、そう初日にやりに行って、おすげえマジでカード機能ついてんじゃんと思って、で自分が思ったポイントが一つ、画面が超綺麗、あと筐体も綺麗で、二つ目、連打がなんかやけに入るなみたいな思った、で三つ目が、反応がいいと思ったかな、その三つかな。でしばらくね、新筐体稼働して、まあその時もね旧筐体やっぱ違うんで、もうすぐやっただけで、旧筐体は旧筐体でなんか面白みがあっていいなと思ったんで、旧筐体やってるけど、まあ大体新筐体かな、大体新筐体やって、たまに旧筐体やるみたいな。でゲーセンも旧筐体新筐体って置いてるとことかもあったんで、それをまあ今日は新筐体ちょっと旧筐体多めみたいな、そういう日を分けてやったりとか、まあしてたんですけど、そっからしばらくやってるうちに、まずね連打が違うなと思って、初めの頃はさ、なんかバーってやって連打入るんだ、だからみんなあのビニールとか引いてね、そうダブルストロークって言ってバーってやって、よっしゃ秒速38とかでね、連打がね、まあ、今もそうなんだけど多重っていうのがあって、ロールとかでバーってやっても旧筐体だったら15しか入んないのに、新筐体だと20超えるみたいな、こう押し込みが入るみたいな、こうなんだろう、ちょっと待ってね、太鼓って普通のロールってやったらバーでタン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 で、その跳ねた分しか大体入らないんだけど、新筐体っていうのはこの振動っていうのかな、こう
バーってやってタン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 バーみたいな、昔がタン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 なんだけど、今はタン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 バーみたいな、そうなんか押し込みが入る状態になったんですね、新筐体っていうのは。でそこで僕たちがバーってやります。ロールの人バーバーバー、よっしゃ秒速40はぁ、あ、ってなってね、本当にもう昔からこれやってる人からしたらもうこれ超つまんないの、これバーバーバーって本当に。でまずそこでねやめた人がねいましたね、やっぱりなんだこれつまんねえっつって、なんか別芸になったねみたいな太鼓で、そこでやめました。でも俺と友達、他の友達はまだやめてなくて、そっからダブルストローク、俺は一応ねダブルストローク確か41ぐらい入ったと思う、新兄弟で。でもロールでバーバーバーって言って、なんか楽だしあんま疲れないし切り替え簡単だし、例えばさダブルストロークだったらさ、カレカのカノンドンドカドンドカバーだけど、新兄弟はドンドカドンドカバーバーバーだから超楽。そこでまあ俺もね嫌になったよさすがに、だってこれつまんないもんロール、昔からやってる人だったらね、新兄弟から始めた人は楽しいと思う、ある意味ね楽しいと思う。でも昔からやってる僕たちにとってはそれがね非常にこれは太鼓じゃねえって思った、うん、でそっからね今の子はねちょっと分かんないと思うんだけど、ホサから来るっていう連打があって、ホサから来るっていうのはフチとドンを同時反応させて、ダブルストロークはドンドンド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 ドンだけど、ホサから来るはカドドン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 みたいな連打で、新兄弟俺の友達が52か53ぐらい入れたかな昔で、今は使えなくなって、で俺もね多少ホサからくるがこうできて、カド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 バーっていうのができてて、本当はねホサからくるってね昔ね結構印象があまり良くなくて、メンテが悪くなるとか、まあそれやり方なんだけどね、思いっきりこうやって叩きつける人は縁のところがちょっと感度が弱いというかね、あまり衝撃に耐えらんないとこ、ドンとカの間みたいな、結構そうやって昔言われてて、でも新兄弟は多少違ったのかな、わかんないんだけど、もうみんなねビニール引いてカドカドカドバーってやってて、俺もなんかロールつまんないからホサカラクルやるかと思ってやりました。おっしゃホサカラクルできた、次の日できなくなってた、太鼓のねアップデかな、アップデでできなくなった、太鼓の同時反応がねしなくなったということで、だから今ね全然ホサカラクルもダブルストロークも全然見ない、ね、そうだってもう今一番がねロールだから、バーバーバーって言って昔だったらホサカラクルでもできなくなって、そうでそれができなくなって俺はやめました。太鼓がね、なんかつまんなくなっちゃったんだよね、昔の人からしたらね。で、ここで言いたいのが、翔さん、ロールできないからやめたんじゃないんですかみたいな。思われるかもしれないんですけど、それは全く勘違いです。その時僕ね、ロール40に、秒速40に、森熊、秒速42を入れてる人がね、僕と千葉県の友人しかいなくて、ロールでもね全員一を取ってました、全員一を取ってたんだけど、やっぱりねダブルストロークの方が面白くてやめました。うん、まあ実際にはトリプルストロークなんだけどね。うん、でそれがまあ面白みがあんま感じられなくなってやめたかな。俺の友達もやっぱさ、やり方が違うわけじゃん、昔と今じゃん。こうとさ、こう。そう、まあそれ以外にも変わったこと多いんだけど、やっぱり旧兄弟からやってる人は、旧兄弟の方が面白い。やっぱさ、何事のゲームもそうじゃない？例えばさ、
自分の好きな音ゲーがあって、ちょっとやり方が変わった、ボタンがちょっと1個増えたとか、ボタンが2個増えたとか、まあ他の音ゲーでも言えるんだけど、例えばこうギターのゲーム、ギタドラにボタンが3個だったのに今6個ぐらいあるみたいな。そう、やっぱね、昔からやってる人からしたら変えちゃうとね、つまんなくなるんだよね、昔と違うから。ほんとね、太鼓が、あ、まずね、あの太鼓の達人14まであったね、14まで。で、そっから新兄弟になったの。だからそっから15、16とかなってたら、俺はね、やめてなかったね、太鼓。絶対に太鼓やめてなかった、本当に。だってあの時ね、ほんと楽しかったもん。友達とどっか一緒にゲーセン行ってもさ、盛り上がるし、かなり。今なんかあんま盛り上がんないもん。バーバーだから。だから今回やめたポイントが、まあやり方の違いかな、今と昔の。そうだ、昔は昔で、まあ完全ではないんだよ、反応が悪くなったりとか。一回反応が悪くなるともうなかなか治んないし、だいたいやりに行ったらメンテ良くはないし、カーゼロ深位置とか普通にあるし。だからそういうね、あの悪いポイントだけ変えてくれればいいものの、いろいろ変わっちゃったんで、俺と友達が辞めてしまったということで、こんなもんかな、今回喋ったのは。ちょっとね、言いたいことね、たくさん言いました。本当にね、変わってから辞めた。あー、で、そう。で、僕がね、辞めた期間がね、多分2、3年だと思う、太鼓辞めた期間。で、あの覚えてんのが、2、3年辞めて、で、お久しぶりにちょっとゲーセン行くかと思って、裏ロッテルやりました。超疲れた、ほんと。ドンドカンドドンドカンドドン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 って最初はいいんだけど、途中で、やばい、腕が疲れるみたいになって、その時ね、1曲目で疲れました。っていうのは覚えてる。あー、あともう一個。太鼓をやめて、金銭感覚、お金は減ったのか増えたのか、についてもちょっと言おうかなと思って。太鼓をやめて、お金は変わらなかった。太鼓をやめて、太鼓にお金をめっちゃ使ったんだけど、結局やめたらなんか他の趣味とかに使って、お金は変わんなかった。消費する量は。はい、ということで、多分ね、喋りたいことは喋ったと思うんで、もう一個あった。もう一個あったよ。で、太鼓をやめました。で、その間の太鼓事情はあんま知りません。で、昔はね、どんなゲーセン行ってもね、もう、ほぼ負けなかったかな。うん。ほぼ敵はいなかった状態なんで、ほんとどこ行ってもまあできますよみたいな感じだったんだけど、 2,3 年やめてからは俺の手も動かないで、周りもね、かなりね、ユーザーも増えて、で昔からやってる人もいるんで、それがさらに上に行ってて、おすごいなと思って、もう俺ついていけないなと思いながら、こうやって太鼓動画を YouTube に上げたら、結構伸びたんで、今このように撮っているということで、まあこれも何かのきっかけなんでね、まあ太鼓はね、やっててよかったかなと思いました。こうやって太鼓やってて、いろんな人とつながれたりとかね、すごいいい人生がね、送れてると思うんで、それは良かったなと思います。はい、ということで、今回はなぜ僕が太鼓の達人を辞めたのかについて話しました。他にも何か語ってほしいことがありましたら、コメント欄にぜひよろしくお願いします。では、また今日の動画でお会いしましょう。